はい、こんばんは、フェマールでございます。今回はこちらの場所ですけども、滋賀県大津市、まあ、いわゆる滋賀県の県庁所在地ですけども、こちらの県道47号線というのがございます。めちゃくちゃ県道があるということなんで、まあ、県道っていうのは要するに怪しい道のことですね。で、このどこで曲がるって書いてないんだよね、どれもね。書いてないからわかんねえんだよね、これ。これだよね。はい。で、まあその先行きますと、とてつもなく狭く急でぐねぐねな道があるということなんで、そちらの方やってまいります。よろしくお願いします。今現状はなんてことなく走っておりますし、これなんだ、ビワイチのコースなのかこれ。で、この道自体47号線ですか。こちら自体は結構区間が長いんですね、結構。だけど、まあ、それをずっとやるってのもなんかあれなんで、まあ、その険しいとこだけをピックアップしてお届けしたいと思います。なんか現状はめちゃくちゃ綺麗な道だなって感じですよね。ただしおそらくですけど、あの矢印看板、あの道からがやばいんじゃないかなと、なんか怖くなってきましたよ。坂本西京寺付近方面ですね。はい、じゃあここからがスタートだと思います。今回の旅のお供はニューフリードさんでございます。新しいフリードでやってまいりました。ちょっとだけ倍速させてもらいます。ああちょっと電気つけようか。これ人通ったらまずいな。でもこれなんか情報によるとそんなに人通らねえって話だから、対向車はないとは思うんですけども、その代わり対向車来たらまずい道じゃねこれ完全に二号不可能じゃないですか、まあ、つうか何のためにあんのって感じの道なんですけど、それも含めて走ってみて調査しましょうね。徐行していきましょう。狭い。狭い。その一言ですね、これ。実際のこの県道の区間は、伊香立っていう場所から、大津の浜大津駅、あの辺りまでの区間となっております。まっすぐ、これ左か。全然あのね、全然そのヘキサゴンないんですよね、県道看板。おお、人が人が来るだけでもびっくりする。もはや今人が走ってるのもすごいなと思ったんだけど、私の中じゃこれ動物しかいないっていうイメージなんですよね。多分対向車1台あるかないかじゃないかな。うわー、せー、これ橋やけど狭い。これも左か。お寺があるみたいですね、なんか。そこにつながってる道のためにあるってわけでもないでしょうけど、まあ、そこへの需要もあんまないと思うんですけどね。うん、あおー、これはまさに同志ですね。おそらく今のバイクの方、ハンターカップかな、今の。あの方も多分そういうマニアの方だと僕は思います。コメントください。バイクは楽ですよね、こういう状況は、うん、これ倍速じゃなくていいや。まあ一応この左たまに対比ではあるんだけど、あまり、ああ来たーとバイクや。
でもこれバイクの方が今来てるって、バイクだから来るんでしょうかね。こういう道好きだけど車じゃ来たくねえよみたいな、そういう感じかもしれないですね。分からんですけど、っていうぐらい狭いですね、ここは。ちょっと稀に見る狭さですね。恐怖感っていうわけじゃなくて、この対向車へのスリルかな、ここは。どっちかっていうと。だって今ここでバイク来られても結構きついですよ。で、またなんかお寺らしきもの。なんかお寺多いな。やっぱ比叡山のふもとってことあって、ここすげえ。とんでもないカーブです。ああ、すげえ曲がりながら下っていくコークスクリューコーナーお寺前のコークスクリューコーナーなんてお寺なんだこれ。安楽立院っていうのかな、安楽立院っていうか、安行立院っていうか知らんですけど、そこの目の前のコークスクリューコーナーでございました。華麗にあそこをパスしましたけども、マップ上で見るとまだあるな。ここだけ今、ここはあれだ、ストレート区間っぽいですよ。ぬくみストレートならぬ、これは大津ストレートと名付けましょうか、これ。ストレートじゃねえな。これぐらいのカーブあってもストレートと思っちゃうぐらいの山道でございます。でもまあ、この、言うてみたらこの道を使ってその大津駅、浜大津駅と今の片田駅か、あの辺を通過する意味合いはほぼないですよね。なんか集落間の近道ってわけでもないですし、見たところだからあまり何のためにあるんでしょうかね。今のコークスクリューコーナーを攻め立てるための道なんでしょうか。ここも狭くて、左側の溝落としですね。水はまったらジャフを行きましょう。そしてここ福院狭しって言うんだから今まで福院狭かったんだよ。あー、こわ、狭いわ、本当や。あ、あー、このなんかドミノ倒しのようにあるこのマッチ棒みたいな、このこの反射板がたまに傾いてるのがいいな。なんかこの並び方すごいな。こんだけ、この先道路狭く通り、ああそっちは行かねえよ。ああでもこっちだよね。これ、おおおおおおお、ここすげえぞ。楽しいな。あの、私が楽しいってことは危険っていう意味ですか。本当にマジで。私変態なんで。マゾじゃないんだけど、こういうなんか逆境でもないけど、こういう道を来ると笑っちゃうんですよね。ここもまた狭いな。あ、3ナンバー来れるけど対向車来たらまずいかな、まあそれ言うたら、まあ軽でも無理なんですけど。お、ここで終わりか。これこっちやね。この県道の終焉かと思ったらまだちょっとありますね。これ生活道路にもならねえな、これ。いや、面白いな、でも。ここも狭いぞ。今回は狭いに限りますな、これね。狭いと言った方がいいですね、これね。またほら。この先道幅狭いって分かってるっちゅうね。またさらに狭いんでしょうか。監視カメラは何のために。あ、廃棄物。いやいや、これぐらい。あ、これ身は、これあれか、このフェンスはあれかな、古生道路じゃないわ、あれじゃないよな、しちゃおうか。あ、関係ないです、ごめんなさい、何でもない。
かしこれが黄色線の、まあまあこのカーナビでは県道黄色線なんですけども、黄色線塗ってるというのとこの現実のギャップですよね。ナビ的にはここを案内することはまずないでしょうね。ただ私思うのはいつも思うんですけど、カーナビの会社さんどこかあの僕とタイアップしてさ、なんかあの国道県道専用にあのひたすらそっちを進めるっていうマップを作ってほしいなって思うんですね、はい、あのこういう変態道をあの主に案内しちゃうっていう機能、そういう設定、一般道推奨高速優先国道県道みたいなこのメニュー作ってほしいよな。ひたすらこういう道を走らせてもらうっていうのはいいんじゃないですか。はい、なんかね、今で終焉かな。一旦ここの飛び出しポイントなんか顔違うの。住宅街にやってまいりましたんで、これでも県道ですね。でだけど未だに県道看板見てないんですよ。やたらとここの飛び出しポイントなんか顔がにこやかやな。滋賀県のこの飛び出し坊やちゃん、これね、口がどっちかっていうとへの字な気がしたんだけど、ここのはなんかスマイルちゃんだね。はい、で、最強寺テンプルって意味に2つかぶってんじゃん。最強寺テンプルって書いてある、危険が危ない的な感じですね。危険がデンジャラス的な書き方をしてある西京寺前交差点でございますをまっすぐ行くことによって47号線のですね、まあ今回はここら辺までがあまあ面白いとこじゃないかなと思います。なんで一旦ここで終わるっていう体で今しゃべろうかな。はい、じゃあ意味かぶりな西京寺テンプル前を通過しまして、こちらですね、47号線大津方面向かっております。大津、浜大津方面ですね。ということで、まあここから先ってのは結構ダラダラなんで一旦閉めます。あの宴会じゃあるまいし、一本締めでよっ、はい、ということで今日はまあこういう剣道の話でございました。ということで今日はこれまででございますと思います。おやすみなさいませか知らないけど、フェマルでした。ありがとうございました。はい、見えないか、あ見えないか、左手が琵琶湖です。さよなら、サブチャンネルでまた会いましょう。